New Horizon 中学英語3年 Unit 3 Scene 1文法編です。オンライン英語塾など様々な取り組みをしております。概要欄をチェックしてください。It is 形容詞 for 人という動詞の原型。人にとって何々することは点々点です。 先頭の「it ですけども仮主語となりますので「それ」という意味はありませんので訳さないように注意してください基本文を見ていきましょう It is difficult English to speak for me まず最初の「it ですけども、えー、意味はありませんので「それ」と訳さないようにしてください「difficult」が、えー、形容詞の部分にあたります難しいという意味です「for」人の部分が「for」me となっています えー、曖昧意表の3番目、代名詞が来る場合には曖昧民票の3番目が来ると考えてみてくださいねここでは for me で私にとってという意味となります to speak ですね、えー、to の後ろの動詞は原型となりますので注意してください to speak english で英語を話すことという意味となりますね不定詞の名詞的用法何々することと同じだと考えてください 英語を話すことは私にとって難しいですという訳となりますこの文型ではね、後ろから訳すと自然な日本語になることが多いですこの場合、えー、To speak English で英語を話すことは For me 私にとって難しいですという形となりますね、えー、とイコールでね、このような形で書き換えることができます To speak English is difficult for me to speak English で英語を話すこと、不定詞の名詞的用法ですね。is は何々ですという意味です。difficult、難しいですということですね。for me、私にとってという形となりますね。ただね、えー、to speak English までが主語となっています。この場合ね、英語は長い主語を嫌う傾向がありますので、上の it is からね始まる文型の方が好まれて使われます。ね。お尻りおきください。 この本を読むことは彼にとって簡単です。このようになります。It is easy for him to read this book.it は訳さないようにしてください。is はね、何々ですという意味ですね。easy、簡単なという意味です。形容詞となっていますね。for him の部分ですけども、he, his, him の him ですね。3番目が来ています。彼にとってという意味です。to read、読むことですね。to の後ろの動詞は原型となります。 This book, この本となりますので後ろから訳せばこの本を読むことは for him 彼にとって簡単ですという形となります数学を勉強することは彼女にとって重要ですこのようになります It is important for her to study math、ね、it は訳さないようにしてください Important というのは重要なという意味ですね for her 彼女にとってとなりますね s h ハ her, her, の3番目の h が使われていると考えてください to study math で数学を勉強することは for her 彼女にとって重要ですという形となります練習問題です一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてください括弧に入るものをこちらもご自身で考えてくださいそれでは答えを見ていきましょう1番彼女にとって英語を話すことは簡単です まず、ね、この文型ですので「イ t is ズ」から始まりますね簡単ですので「イーゼイ」ですね彼女にとってよろしいでしょうか「フォ h ハー」となりますね「シー・ハ h ハの3番目ね「ハー」が入っています英語を話すことですので「トゥ・スピー k e ングリッシュ」となりますね「トゥ」の後ろの動詞は必ず原型が、えー、原型となりますのでね注意してください2番私にとって食べることは重要です it is important 重要というのは important ですね、えー、私にとってですので for me となりますね食べることですので to eat となりますね3番彼女たちにとって料理することは面白いですと、ね、興味深く面白いと考えてください It is interesting を使ってくださいね彼女たちにとってよろしいでしょうか for ここはね 「they they r e them」のグループは彼ら彼女らそれらという形でね、えー、人にも物でも使えますねまた男の人でも女の人でも使えますので彼女たちとありますので「えー、they they r e them」の「ゼム」を使ってくださいね料理をすることですので「to cook」となります4番あなたにとって早く起きることは難しかったです ここよろしいでしょうか難しかったです。ということは過去形なのがお分かりでしょうか、えー、ですので、いと、えー、いずを過去形にしてみてくださいね。いずの過去形ですので、was ですね。えー、難しい、ねえー。difficult となりますね。it was difficult。あなたにとってですので、for you となりますね。you, you are you の3番目の you だと考えてください。早く起きること、起きることよろしいでしょうか to get up early となりますねというのは早くという意味となります。Thank you for watching。単語練習、本文解説動画など皆様の学習のお役に立てる動画を準備しております。概要欄をチェックしてください。不登校でお困りの方へ、概要欄をチェックしてください。NEW h o r i z n 教科書を利用したオンライン英語塾を実施しております。私自身これまで 会員の方ととても楽しくレッスンをさせていただいております。無料体験を実施しております。概要欄をチェックしてください。See you next time. Bye bye.